アルタイルベーシックは3つ社のアルタイル8800やそれ以降の S-100 バスコンピュータ上で動作するプログラミング言語ベーシックのインタプリタである。これはマイクロソフトの最初の製品であり3つとの契約に基づいて配布された。アルタイルベーシックはマイクロソフトベーシック製品群の起源となるものである。ビル・ゲイツは彼とポール・アレンが ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号に掲載されたアルタイル8800の記事を読んだとき、コンピュータの価格が間もなく下がり、ソフトウェアの販売が収益性の高いビジネスになるだろうと理解したと後に改装している。ゲイツはアルタイル8800にベーシックインタプリタを提供することで、この製品が趣味家にとってより魅力的なものになると考えていた。 彼らは3つの創設者、エド・ロバーツに連絡を取り、彼らがベーシック・インタプリタを開発していると伝え、デモを見たいかどうか尋ねた。これは存在しない製品を発表して相手の興味を図る観測気球であった。ロバーツは数週間後の1975年3月にデモのために彼らと会うことに同意した。ゲイツとアレンは、 インタプリタを開発してテストするためのアルタイルコンピュータを持っていなかった。しかし、アレンは以前、トラホデータの名称で仕事をしていた時に、インテル8008エミュレータを作成し、PDP-10 乗で動作させていた。アレンは、アルタイルのプログラマガイドに基づいてこのエミュレータを改良し、ハーバード大学の PDP-10 乗で、インタプリタの開発とテストを行った。 大学の資産で商用のソフトウェアが開発されていることを知った大学当局は不満を抱いたがこのような使い方を禁止する規定は大学にはなかった。結局大学当局から商業行為は学外で行うよう勧告されゲイツとアレンはボストンのタイムシェアリングサービスからコンピュータの使用時間を購入してベーシックプログラムのデバッグを行った。当初のバージョンは 整数演算のみだったが、ハーバード大学の同級生のモンティ・ダビドフが、不動小数点演算も使うべきだとし、自分ならメモリ制限内に収まるようなシステムを書けると主張したので、ゲイツとアレンはダビドフを雇ってそのルーチンを作ってもらった。独自の入出力システムとラインエディターを持った完成したインタープルタは、わずか4キロバイトのメモリに収まり、さらに、 解釈後のプログラムを格納するための十分なメモリ空間が確保されていた。デモの準備として完成したインタプリタをアルタイルに読み込ませるために紙テープに保存し、アレンは3つ車のあるアルバカーキへ飛んだ。アルバカーキ空港への最終アプローチ中、アレンは紙テープをメモリに読み出すためのブートストラッププログラムを書き忘れていることに気づいた。 アレンはそれを8080 80の機械語で書き、飛行機が着陸する前にプログラムを完成させた。プログラムをアルタイルにロードし、システムのメモリサイズを尋ねるプロンプトが表示されたのを見て初めて、彼らは自分たちのインタプリタがアルタイルハードウェア上で正しく動作することを知った。その後、誰が最短のブートストラッププログラムを書けるかをかけて、ゲーツが勝利した。 アルタイル 8K ベーシックが記録された紙、テープロバーツはインタプリタの配布に同意した。また、ゲイツとアレンを3つ社で雇ってメンテナンスと改良を行った。8K ベーシック、エクステンディットベーシック、エクステンディットロムベーシック、ディスクベーシックなどのアップグレード版が追加されると、オリジナルのバージョンは 4K ベーシックと呼ばれるようになった。 最小のバージョンである4 k ベーシックは 4KB の RAM を持つマシンで動作し、プログラムコードエリアには約7 9 0トの空きしかなかった。このような小さなメモリ空間に収めるために 4K バージョンには文字列操作やいくつかの一般的な数学関数が入っていなかった。8 k ベーシックバージョンでは文字列変数とその操作関数、 乱数のための RND などの数学関数、ブール演算子、ピークとポケなどが追加された。8K バージョンは、ホビーパソコン時代のベーシックのほとんどのバージョンの基礎となっている。エクステンディットベーシックでは、プリントユージングや、基本的なディスクコマンドが追加され、ディスクベーシックではさらに、ディスクコマンドが拡張され、ローアイ、大機能が可能になった。 1975年10月、4K ベーシックは150ドル、8K ベーシックは200ドル、エクステンディットベーシックは350ドルで販売された。8K のアルタイルメモリとアルタイル IO ボードを購入すると、それぞれ60ドル、75ドル、150ドルに値引きされた。配布形式は紙テープ、またはカセットテープだった。彼らの予想通り、アルタイルは、 ホームブリューコンピュータクラブなどのホビーストの間で非常に人気となった。また、3つが選択したベーシックインタプリタであるアルタイルベーシックも人気となった。しかし、ホビーリストたちは誰かが入手したアルタイルベーシックを仲間でコピーして使っており、それが悪いことであるとは思っていなかった。ホームブリューコンピュータクラブのダンソコルは、 何らかの手段で入手した販売前のテープから25個のコピーを作り、それをクラブの会合で配布して、受け取った人にさらにコピーを作るように促していた。ゲイツは1976年にホームブルーコンピュータクラブの開放に、ホビースト立ち絵の公開上という文章を寄稿し、この中でソフトウェアをコピーする行為は窃盗だとして非難し、人々がお金を払わない。 ソフトウェアの開発の継続はできないと宣言した。多くのホビーストはこの書簡に防御的な反応を示した。ゲイツ、アレンによるマイクロソフトとミッツとの間の契約条件では一定額のロイヤルティを支払った後でミッツはインタプリタの権利を受け取ることになっていた。しかしマイクロソフトは MC6800 など他のシステム向けにもインタプリタを開発していた。 そのため、彼らが3つからの離脱を決めた際に、ロイヤルティの全額が支払われたかどうか、他のバージョンにも契約が適用されるかどうかをめぐって、争いになった。マイクロソフトと3つは、仲裁人に、紛争の仲裁を依頼した。仲裁人は、3つは、最善の努力でソフトウェアを販売していなかったとして、マイクロソフトに有利な採決を下した。ベーシックインタプリタは、 1980年代初頭に MS DOS に移行するまでマイクロソフトのビジネスの中核を担っていた。ありがとうございます。